ガチャログだー。どうも、バイスです。今回のガチャログは、こちら、キングプロテアピックアップ召喚、日替わりに、登場する。星5限定アルターエゴ、キングプロテアちゃんをゲットするまで戦った記録になります。強化解除という、明確な弱点はあるものの、実質常時 HP が最大3000回復する強力なスキル、ヒュージースケールシーと、その強化効果を解除した時に、最大 NP が 200% 増加する、幼児対抗シーという強力なスキルを所持しているサーバントですね。リジェネ系と毎ターン NP 増加系の最上位の性能を所持しているような感じでしょうか。攻撃面でも筋力 EX から来るアタックの高さと防具のバスターアップ効果、スキルに怪力 EX とクラススキルに強化 A プラスという分かりやすい脳筋性能まで所持していて、瞬発力はないものの耐久面でも攻撃面でも活躍できるサーバントですね。バスター防具なのでヒュージースケールの性能と合わせてマーリンと抜群の相性なのも魅力的です。プロテアちゃんと一緒にピックアップされてるサーバントはストゲンのガメインとトリスタンなので悪くはないのですが、もうすぐカルデアボーイズコレクションの時期なのでありがたみがうんこのって感じですね。ユキチさんはとりあえず一人生き延びになってもらった状態からのスタートになります。たまにはこの一人で終わってもいいんですよ。戦場に無駄な血が流れるのは嫌いです。それでは10連目いきましょう。レッゴー。ちょっとロードが長い気がしたけど気のせいかな。今回の一発目はサーバント。あ、スキップ早かった。まあ仕方ないね。イベント冷蔵はもうほとんどイベント終わっちゃってるのであんまりいらない子かな。結構長いけどサーバントはいない。まだある。粘ったけど冷蔵ガチャだ。20連目。暗転フォークンがなくなっちゃったので10連召喚をした時のドキドキ感が半減ですね。残念な仕様。冷蔵冷蔵冷蔵。こっちも粘るけどサーバントが来ない来ない。あっという間に20連が冷蔵ガチャで終了。まずいですよ。30連目はお願い。サーバントクラスは違う。冷蔵冷蔵。あ、早い。まだ何の成果も得られてません。40、そろそろ金回転があっても冷蔵冷蔵冷蔵。また粘るわ。やっぱり冷蔵からの冷蔵。あれ、このピックアップグロい。あっという間に50連目。一人目最後ですね。冷蔵。あんま必要ない時にイベント冷蔵がいっぱい出てる気がするのがなんとも。これが3番娘とかだったら大喜びなんですが早い。何の成果も得られませんでした。アズライル。あわわわ、またユキチ、ユキチがガガガ。60連目。スキップ。冷凍。おーおーおーおお、やっと金回転。本日初。クラスはセイバーか。ということは。ゴリさん、まだ宝具レベル上げられるので悪くはないですね。70連目、トリスタンはもう宝具レベル5なので寝たらレモンになります。サーバントスキップ行ってるそばからでも金が来る流れいいぞ。このままたまには100連前にお願いします。80連目冷蔵冷蔵冷蔵。早い。90連目、もう90連目。イエーサーバントスキップ。おお、戦闘の金下が率多くない。ボンレベルアップ冷蔵
ついに100連目、2人目も残りわずか、決めてくれー。サーバント違う、瞑想、あー、サラハヤまた100連突破しちゃいました。デハイペロ、2人目も最後ですね。ここで決まれば実質100連以内ってことにして。瞑想、瞑想、そろそろまずい、まだある、あ、セーフ、あ、あー、また罪のない諭吉が死んだわ。120連目サーバント違う、瞑想、瞑想、瞑想、うん、130連目200連までには何とかしたい、して、サーバントスキップ、瞑想、サラハヤ140連目瞑想、瞑想、瞑想、また瞑想型になってきてない？150連目暗転フォークンが機能したら安心できるんだけどな、戻らないかな。瞑想、瞑想、あ、すごい久しぶりに見た気がする、インタが確定、私は悲しい、来ない、イエーイ、3人目も最後だ。160連目ここで、ここで決まって、サーバント、アルエゴ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 、あっあっあっ、冷凍、冷凍、やばい、まだあった、あーあー、まだだまだ、やばい、ああ、いつもの首を立つか、アズライール。あと2人で聖杯が権限してもおかしくない。170連目、200連も見えてきた。この諭吉で食い止めなくては。サーバント、スキップ、瞑想、やい、サラマンダー、180連目、止まって止まって止まって、サーバント、違った、冷凍、止まった、サバカク、サバカクいいぞ、今度こそ、今度こそ、アルエゴ、アルエゴー、一角きたー、やったー。マスター、マスター、アルターエゴ、キングプロテア、あなたに召喚されました。私、大きいですか？小さいですか？ひえええ、4人目されたけど、今回もなんとかゲットですね。抱き合わせは、リップが良かったなとか思ってたけど、一角が見れたから、ガメインとトリスタンで良かったかもしれない。あそこでリップだったら心が折れてた可能性がビレゾン。 CCC コラボイベントが復刻の復刻なので、ここを逃したら地位作るかわからなかったので、本当にゲットできてよかった。でも DL 記念とかでしれっと復刻する可能性もありますけどね。キアラさんとかどうなるんだろう。新しいエクストラコラボがあるのが一番嬉しいですけど、エクステラでロリテラちゃんが来てもいいのよ。それではここまでのご視聴ありがとうございました。今回はこれで終了になります。次回のガチャログにもご期待いただけたら幸いです。次こそは大勝利。もしこの動画を気に入ってくれたら、高評価やチャンネル登録してくれると嬉しいです。では、バイスチャンネルでした。またね。